さあ始まりました。おっとナイルワニ、カバよりも泳ぐ速度が速い。流れの激しい川を上流に向かって進んでいくぞ。しかしワニの体は流れに対して有利な形をしている。冷蔵庫2台分の体重を備えた世界最重量の爬虫類とは思えない。その速度はなんと時速 35km。 しかし他方のカバは泳ぎませんね。実はカバは川底を足で歩いており、見つけた岩石を蹴って浮かび上がるんですよ。開閉自由な鼻の穴が水中での行動をやっと可能にしてくれます。さすがにワニにはかなわないようですね。おっとワニさん、川岸に着いた。サバンナを駆け抜けていくぞ。しかし底のけ底のけ、カバが追いかける。脚力はさすがにカバの方が上か。カバは巨体にもかかわらず人間よりも足が速いですからね。さあ大きく水を開けていたワニがついに追い抜かれます。カバ足が速い速い。あっとここでゴール。レースはカバの勝利となりました。お次の走者はロードランナー。一体何から逃げているのか。おや、これはどこからどう見てもあのアニメ。追いかけてくるのはコヨーテだ。すぐ真後ろにつけているぞ。鳥は正式名称を大道走りと言います。走る速度は時速 32km で、空腹時にはもっと足が速くなると言われています。実はあのアニメは嘘っぱちで、コヨーテはロードランナーの2倍の速度で走ることができるんですよ。ですからまあアニメが本当だったら初回が最終回になっちゃいますね。第一レーン、南アフリカの深いジャングルからやってきた。進む気があるのか怠け者。第二レーン、その辺によくいるカタツムリ。さあ戦いの火蓋が切って落とされた。されました。世界で最も遅い動物の栄光はどちらの手に。怠け者のトップスピードは時速 300m ですからね。何でも動くでっかい枕とか呼ばれています。というか私もそう呼んでいます。しかしカタツムリはいいスタートを切りましたね。これならちょっとしたご近所であれば1時間で散歩できるでしょう。ちなみにカタツムリには粘液で守られた足が1本しかありません。解説さん、ここからだとよく見えないんですが、あの怠け者、さっきから同じ場所にいませんか。あっと寝た。この分だとレースが終わるまで起きそうにありませんね。1日の睡眠時間がだいたい15時間ですから、言い換えれば生涯の半分以上は寝て過ごしていることになります。対するカタツムリ、ここで日向から日陰に移動。これは史上まれに見る大接戦だ。しかし解説さん、これ怠け者がレースに復帰するまで我々待たなきゃいけないんですかね。人間など簡単に追い抜いてみせる。俺の名前は灰色グマ。ピクニックで美味しい匂いをさせたが最後ランチになるのはお前たちだ。世界最速の人間が時速 45km で走ります。記録はこちらのウサイン・ボルトさんが保持していますね。ボルトさんならギリ逃げられるといったところでしょうか。ボルトさんより遅い皆さんは死にますね。つまりは人間がクマと脚力勝負をしたら餌ってことですよ。さあそれでは続いてのレース、クマ界最速は一体誰だ。北極グマ、灰色グマ、ヒグマ、マレーグマ、そしてパンダも参戦だ。さあ全員位置についた。ゲットセットゴー。緊迫のレースが今始まりました。灰色グマとヒグマがデッドヒートを繰り広げる。ヒグマと灰色グマの速度はお互いに拮抗しますから。一方マレーグマはこの中でも体格が一番小さく体長2メートルです。全く足が追いついていませんね。北極グマはスタートこそ有利に進めましたが、トップスピードが先頭に及んでいません。さあ灰色グマがリードした。しかしヒグマも負けていない。灰色グマ、ヒグマ、灰色ってパンダはどこ行った。パンダ、お前は一体何をしているんだ。レースには全く興味なし。しかし可愛いから許す。3本目の笹を今平らげたぞ。
パンダは1日に笹を 13kg 食べると言われていますからね。それは多いですね。とパンダ動き出した。斜面を転がってのショートカットだ。あと超スピードで先頭2頭を追い抜いた。なんということだ、勝者はパンダ。残りのクマたち残念。いやー、パンダの脚力はクマ界ではかなり遅い方なんですけど、あれがありましたか。斜面を転がってくるパンダを見たらすぐに逃げた方がいいですね。さあ変わって空のレース。ボーイング747のトップスピードは時速 1000km だ。これに対する灰頭アホウドリ、最高時速は 130km だが、休まず10時間の飛行が可能だぞ。だがしかし、もっと速いのはこちらのハヤブサ。しかしやはりそのスピードが狩りの際に直滑降するときのみというのが気になりますね。おっと、ハトさんが危ない。巨大な旅客機は空に上がるまでにとても時間がかかります。対するアホウドリはすぐさま上空に舞い上がることができますね。まあそのリードもたかが数分ですけど。抜かれた。そういえばこっちはどうなりました。ああ、怠け者やっと目を覚ましましたね。とはいえ、ようやく腕を上げて枝を掴んだくらいですか。おっと、カタツムリ、大きな石を登っているぞ。怠け者はできるだけ体を動かさずに暮らす生き物ですからね。そうやって肉食獣から身を守っているんですよ。足で逃げるタイプではありません。そこに新たな挑戦者が現れた。ガラパゴスゾウガメだ。強靭な前足と硬い甲羅、まさに動物界の獣戦車。しかもその速度はなんとカタツムリの4倍。これは面白くなってきました。世紀のレース、いや1世紀かかるレースか。さあ、のしのしと障害を乗り越えていく。何にも止められませんね。おっと、ここで怠け者が反則か。いけませんよ、上から枝を落とす行為は審議が入りそうです。こちらは地中深くの大レース。モグラがホリ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 進んでいく。モグラは自分の体重と同じ重さのミミズを食べるんですよ。穴を掘る速度は時速5メートルくらいですね。対するアメリカアナグマは穴を掘る動物で最速。しかも地上だと足がとにかく速い。天気などのコンディションが揃えば人間と同じスピードが出せますね。1対1のレースなら軍配はアナグマに上がるか。そもそもモグラは自分が向かっている方向が見えていないんじゃないでしょうかね。もっともモグラは目が見えないわけではなく、目がとてつもなく悪く色を見分けられないだけです。地下ではメガネもかけられません。誇り高きチーターの登場。サバンナを目にも止まらぬ速さでスプリント。俺様は何億何万年も世界最速だったんだ、任せとけと言わんばかり。世界最速のチーターはサラという名前でした。サラは11歳の頃に 100m を6秒以内で駆け抜けた記録を持っています。一般的に言ってチーターのトップスピードは時速 130km です。目の前に美味しそうな獲物が走っている時はそれくらい出しているみたいですよ。サラはアメリカの動物園育ちで子犬と共に大きく成長しました。アレクサとサラはずっと友達だったそうです。そんなチーターの頭上を飛ぶのは小さなコウモリ。いや、しかしコウモリ速い。チーターが止まって見えるぞ。あれはメキシコオヒキコウモリですか。さすがに地球最速の哺乳類にはかなわなかったみたいですね。お次は小さな世界での大レース。第一走者、オーストラリア原産のハンミョウ。時速 10km で前方へ突撃だ。あまり速くなさそうに聞こえますが、体のサイズを考えると稲妻のようなスピードと言えるでしょう。人間が超特急と同じ速さで走るのと一緒ですからね。第2走者はサハラシルバーアント。アリはチームプレイが得意ですから集団になると恐ろしいですよ。しかし1匹のアリにだって相当なパワーがあります。自分の体重の100倍の重さを持ち上げ、想像を絶する速度で走ることができますからね。
ウサイン・ボルトさんは毎秒4回地面を蹴ることができますが、シルバーアントは毎秒50回それを行います。しかもトップスピードに達した時には馬のように足を動かすことが知られています。そして最後の第3走者、こいつは体格に対して出す速度が世界最速だぞ。ダニの登場だ。ゴマツブダイの体を人間の尺度で考えると、足の速さはなんと時速 350km。 ミクロの世界のヒーローに誰もかなわない。ダニは先ほどの半秒のさらに2倍の速度で走りますからね。人間に置き換えると音速の壁を超える計算になります。さあさあ、こっちはどうなった？そろそろ終わってくれたんじゃないか。おや、ゾウガメがリードしている。こっちのカタツムリはやっとこさ岩を乗り越えたところ。怠け者、2本目の枝に到達。ゾウガメがゴールまであと1メートルだ。いやー、全くもって勝負の行方が分かりませんね、解説さん。そうですね。しかしこのまま見届けたいのも山々なのですが、そろそろお時間です。そうですか。ええ、ではご覧の皆さん、ここでお別れです。